こんにちは、翔子です。ウエストで切り替える基本 A パターンの6番の作り方の説明をさせていただきます。襟が60年代みたいで可愛いです。前掛けは透ける布を越し縫いで縮めて、で貼り付けててすごい簡単です。襟のレースも後付けです。ぜひ一度作ってみてください。これが型紙です。作り方説明書に貼ってあるプリント写真の色にはだいぶちょっとこだわって綺麗に出るようにしています。で、型紙は原寸大です。用紙の大きさの都合で二分割してることもありますけども、貼り合わせていただいて、すぐに作っていただくことができます。まずハサミで型紙の白い部分を切り取っていただいて、でその切り取った後のゴミは置いといてもらって、それで切れ置いて、でハサミ入れる時にその置いたゴミを見ながら、ここは縫い代何センチ何センチって、グレーがかった部分が縫い代なんです。で確認していただいて切っていただけたらと思います。ウエスト切り替えワンピースの A パターンの、6番の作り方の説明をします。まず前身頃は表布、裏布各1枚で合計2枚なんですけども、後ろ身頃は型紙の表を使って表布、裏布各1枚、裏を使って表布、裏布の各1枚なので合計4枚いります。表布の前身頃と後ろ身頃の肩を縫い合わせて縫い代を開きます。裏布も同じようにします。襟の型紙を1枚転写します。で中表に裏布を敷いて、で下のラインをチューって縫って、で切ります。で縫い代にいっぱい切り込みを入れてひっくり返します。表の身頃の上にそれを置いて、でちょっと仮に縫い留めておきます。で袖を2枚切ります。袖の裾を5ミリぐらい縫い代を表に出して端ミシンで縫っておきます。でその上にレースを縫っておきます。で上をぐし縫いで縮めて、で身頃に縫い付けます。表布、裏布どっちでもいいんですけども、身頃の袖ぐりの縫い代に切り込みをいっぱい入れて、で脇点から3ミリぐらいは縫い残して縫い合わせます。身頃の表布と裏布を中表に合わせて縫い代に切り込みを入れて、首ぐりと後ろ中央を縫います。で袖を中入れて、身頃の表布と裏布の袖ぐりも縫うんですけども、この時袖が中へ入ってるからもうちょっと団子状になってしまってて、すごい縫いにくいんですけども、引っ張りながらきれいに縫えるように頑張ります。ここもまた脇点から上3ミリぐらいは縫い残しておきます。ひっくり返します。ひっくり返したらシワシワになってしまって、アイロンしたいんですけども、フリクションペンが熱で消えてしまうんで、ちょっとアイロン我慢します。で次袖を縫い合わせます。長い方の縫い代で短い方の縫い代を包むような感じで三つ折りにして縫います。で先っちょのレースはきれいに折り込んでおきます。で好みの高さにゴムを引っ張りながら縫い付けます。で袖の出来上がりです。次ここが一番ややこしいんですけども、表布の前身頃と後ろ身頃、裏布の前身頃と後ろ身頃の脇をそれぞれ縫い合わせます。で脇点から3ミリぐらいは縫わないようにします。で次にちょっと持ち方を変えて、表布の縫い代を左へ倒すとしたら、裏布の縫い代を右へ倒すような感じで互い違いにして、で脇の下を3センチぐらいチューって縫うんですけども、その時この画像では見えてないんですけども、真ん中に挟まってる袖の、下の縫い代きれいに折れてるか確認してから縫ってください。で表から見てこんな感じです。で裏から見てこんな感じになります。スカートなんですけども、90センチ幅の布を使ってしまってるので、3枚縫い合わせて使います。で3枚の布をこんな感じで縫い合わせて、で片側の縫い代で片側の縫い代を包むような感じで2つ折りで縫います。で両端は三つ折りにしておきます。でスカートの中央と、で身頃の前身頃の表布の中央を少しだけ縫い合わせます。で次にスカートを上の身頃に合わせてぐし縫いで縫い縮めます。でその次に身頃の表布とスカートを縫い合わせます。で身頃の裏布はまつり縫いで縫い付けます。エプロンの布は周りを三つ折りで縫っておきます。
で、裾のところにレースを飾ります。お好みで、私は3段飾りました。で、上をぐし縫いで縮めるんですけども、私は3段ぐし縫いで縮めました。等間隔で縮めます。はい、できたエプロンを前身頃の真ん中に置いて、ぐし縫いの線の上をミシンで3本チューチューチューと縫い付けます。で、後ろスカート後ろを縫い留めておきます。はい、こんな感じなんですけど、出来上がってこれでもいいんですけど、ちょっと寂しいんで、襟の下裏布の方にレースを縫い付けます。まずピンで当ててみて感じを確認してから、今度手縫いで祭り縫いみたいな感じで粗くちょいちょいちょいってかがっておきます。で、スナップボタンをつけます。で、アイロンして出来上がりです。リボンをつけた時の画像がこれです。ベールをかぶした時。ご視聴ありがとうございました。